ちは、スノーガーデンゆきです。今日はインド刺繍リボンを使ってコースターを作ります。とっても簡単なので、ぜひ作ってみてくださいね。材料紹介です。インド刺繍リボン。ダイソーさんの布用両面テープ。針と糸。ハサミ。チャコペン。定規を使います。それでは作っていきたいと思います。インド刺繍リボンをカットします。今回コースターなんですけれども、幅の広いインド刺繍リボンがおすすめです。こちら今回 7.5 センチなんですけれども、幅 7.5 センチ以上はあった方がいいかと思います。 7.5 センチ×裏表で×2ですね。 7.5 センチ、 7.5 センチの15センチ、プラス縫い代の2センチ必要になります。なので17センチでカットします。縫い代1センチのところにチョコペンで印をつけます。リボンを半分に折って、印の部分を縫っていきます。並縫いですね。ここを端っこをきっちり綺麗に合わせながら並縫いしていきます。終わったら玉留めをします。で、そうしましたら、この縫い代の部分ですね、斜めにカットを入れておきます。はい、でこちらのカットが終わりましたら、上と下に両面テープをつけていきます。繰り返していきます。で、中に来たシートをゆっくり剥がして接着していきます。しましたらコースターの完成です。今回はおまけということで、もう一種類針と糸を使わない布用両面テープだけを使ってコースターを作ります。まずリボン幅ですね、 7.5 センチ×2なので15、 6
プラス縫い代の2ですね。こちらでカットします。布用両面テープですね、こちらを貼ります。でハサミでカットします。シートを剥がします。貼り合わせて接着します。でちょうどですね、このシールを貼っている部分が1センチになるので、この1センチのところを斜めにカットします。で下もシールの部分ですね、1センチをカットします。上と下に両面テープを貼ります。余分なこの布はカットしちゃってください。この部分もカットしてもらった方がいいですね。で、ですね。はい。で、ひっくり返します。この中の両面テープをシートを剥がします。こちらもです。針仕事がどうしても苦手っていう方は若干クオリティはちょっと欠けてしまうんですけれども、こういったハンドメイドでもできるよということで、楽しんで作っていただけたらなと思います。ということで今回2種類コースターを作ってみました。布タイプのインド刺繍リボンで作っていただく場合になります。あとは飲み物を置くので、リボンはフラットなものを選んでください。でですね、ちっちゃめのコースターになるかなと思いますので、もう少し大きめのコースターがいいなっていう場合は、幅の広いリボンを選んでいただくと、ちょっと大きめのコースターになるかなと思います。とっても簡単なので、ぜひチャレンジしてみてほしいなと思います。この動画がいいねと思った方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。